皆さんこんこにちは田島大輔です前回ですねオフィスを引っ越す話をいたしましたで昨日ですね引っ越しが終わりましてまだあの全部がこう片付いているわけではないんですけれどもまあ主要なところはだんだん今片付いて、まあ、撮影もできるようになりましたで撮影もですねあのまあどの場所が一番適しているのかなっていうのをこう試しながら 今回はこの背景でやってみたいと思うんですねやはりあの新しい場所でやると今までとだいぶこう違う感じが私自身もしますしまた新たな気持ちでこ,うこのシリーズをやっていくのを楽しみにしています。で今回その引っ越しをするにあたって、まあ、感じたことをちょっと共有すると、まあ、これはあのこの引っ越しの時だけではないんですけれどもコーチングを始めて。 マインドの上手な使い方を学んで、まあ、それを実践する中でいつもあの感じることなんですけれども、まあ、今回改めてあ,あやっぱりそうだよねって思ったことがあるんですね。でそれは何かっていうと無駄なことって何もないなっていうことなんです。無駄なことって何もないなって、まあ、感じながら今回も引っ越しの,あのいろんな作業をしていたんですね。それはどういうういことかっていうとか やっぱりその引っ越しの時は普段しないいろんなことをこうやるわけですよね。まあ、準備からそのそうですね実際引っ越した後ともまあ基本的には引っ越しの業者さんに荷物を運んでいただいたりあるいは荷ほどきまでですね、まあ、いろいろやっていただいたんですけれどもやっぱり自分であのやるものも残るわけですね。でその中で まあ例えばですねもともとその引っ越した先にも電気がついていたんですね、まあ、照明です各部屋の照明がついていたんですけれどももともとその使っていたあのちょっとこだわった照明があって、まあ、それをまた引っ越し先でも使いたいなと思ったんですねでそうすると元のあのついていた照明を一旦外してで新しい あの照明をつける必要があるんですけれども、うん、と普通のこの天井にある照明とかを、まあ、引っ掛ければあの引っ掛けシーリングっていうんですけれども、まあ、こう引っ掛ければですねあの止まるようになってるんですけどその私がつけたかった照明はその引っ掛けるシーリングっていうやつではですね止まらなくて一回その,その器具を外してで配線をばらしてで 接続しをちょっとこう。し直してですね。で、初めて付けられるような少し工事が必要なあのものだったんですね。まあ、配線工事、電気の配線工事が必要なものだったんですけど。で、それは私はあのその配線工事をすることができる資格を持っていまして、でまあ、いわゆる電気工事士という資格を持って。 いるんですねなので、まあ、そういった配線工事も、まあ、自分でやってできたんですねでその家の中の電気の配線の工事っていうのは、まあ、知識と技術があればあのできないことはないですしあの、まあ、資格がなくてもあのできそうな感じはするんですけど実際にはその電気工事士の資格が持っていないと中の配線工事って でできないんです、ね、まあそれはあの電気、まあ、そこでこう工事をしたことによってあの配線不良であったりするとそこからあの熱を持ってでそこから火事になったり電気火災が起きたりする、まあ、そういった危険性があったりとか漏電といって電気がこう漏れてしまってその、うんまあ、停電になってしまったりとかですね、まあ、ショートっていってこう。 短絡してしまってそこがバチンっていってそこが火事のことになってしまったりあるいはその周りが燃えてしまったりとか、まあ、そういったこともあるんですね、まあ、そういったさまざまな電気に関わる安全を担保するためにそういった知識と技術を持った電気工事士の人じゃないとやっちゃいけないよっていう作業が実はあってその今回電気を作るにあたってのこの配線工事はあのまさにそれにあたったんですね。 なので,で実際ちょっと必要な器具とかもあって、まあ、それを調達してですねで実際つけることができたんですけど、まあ、そういった作業をしている時にもあのそれを私自身が、まあ、知らなければ、まあ、業者の人を呼んで、まあ、つけてもらう必要がありますけど、まあ、私はあの前に勤めていた会社が電力会社だったので、まあ、そこで電気工事士の資格を取って実際にそういった 訓練を受けているのであのだいぶ昔ですけれどももう30年とか前にあの取ったと前かな、まあ、まあ30年ぐらい前に取った資格ですけれども今でもやっぱり生きるんですねでもそれで普段電気工事士であることをあの使ってるかっていうと使って使う機会ってあんまりないですしプロフィールに電気工事士ですとは書いていないですけれどもやっぱり役に立つなって思いましたね、まあ、それ以外にもですね。 まあ例えばもうこれも高校生の頃ですけれども引っ越しのアルバイトをしたことがあってですね夏休みとか春休みとか大学に入る前とかまあ力仕事まあその当時は結構力仕事もですねまあそれほど苦ではなかったのでまあ短期のアルバイトとしては結構引っ越しの,あのアルバイトってまあそれなりにこうまあ多分収入も良かったんでしょうね。 なのであの短期のアルバイトとして引っっっ越しのアルバイトって何回かやったことありますでいまだにですねその時の経験っていろんな日常の中でも役に立つこともありますしまあ今回まさにあの荷詰めから荷ほどからもの物の運搬まで私はあの運搬試合でやっていただきますけどでも準備とか、まあ、搬入経路であるとか、まあ、どうやってそのやっていくのかっていうのは私自身は 経験があるので、まあ、いろんなことをこう無駄なく効率的に実際に飛行業者の方があのやっていただきやすいような段取りっていろいろと実はできたんですね。まあその時にああ無駄なことって何もないなだいぶ昔のことなんだけれどもだいぶ無駄なことないな、まあ、そういったことがもういろんなところで例えばこの部屋のインテリアとかもですねあの 前のオフィスを作った時はインテリアコーディネーターの方に入っていただいていろいろアドバイスをいただきながら組んでいただいたでも今回は自前でやったんですねでも自前でやる時にやっぱりその時に教えていただいたインテリアに関する知識ってすごく役に立って、まあ、今回は自分でできるやることができたんですね自分の好みをだいぶ生かした形ででそういったことってやっぱりその過去のことだけれどもうん 何の無駄なあのことってないなって感じるんですね。で、それはんでそうい、どういう時にそういうことを感じるかっていうと、やっぱり新しいこと、何かしらのゴール、まあ、それはあの非常に抽象度の高いものから、まあ、身近なその抽象度の高くないものまで、いろいろありますけど、何か新しいものをやろうと思った。で、しかもそれがワントゥーでやろうと思った時に、そ,その、 過去のいろんな経験がそ,のそれぞれはバラバラに自分の中にストックされているものですけれどもその瞬間こうつながってですねそのゴールの実現のためにいろんなものが総動員することができるでそれはあのやっぱりゴールがあるからだと思うんですね。なのでその未来志向でそのまあか 未来にここうういうことを実現したいっていうそのオントゥのゴールを設定した時にその過去に自分が経験したあるいは知っていることまあ,ありとあらゆることがそれはあの失敗の経験も含めてですねありとあらゆるものが役に立っていくってことですね。その瞬間その瞬間何の将来役に立つんだろうかって分かんないかも。 こともあるでしょうし。しあ、これはネガティブなことだな。とか、こんな経験した方が良かったなってことも瞬間瞬間にはあるかもしれないですけれども、実は全てそれがいつなのかわからないですけれども、新たなゴールが設定されたときに役に立っていくっていうことですね。全てあ何でも役に立つんだな。まあ、それを前提にするってことも大事かもしれないですね。もうこれは無駄なことだって思ってたら、それはずっとしまわれたままで。 ななっちゃうかもしれないですけど自分の中で経験したこと知識、まあ、ありとあえらゆるものは自分の中にあるものは全てどんな時も役に立つ無駄なものは一切ないっていうことですねそれは新たなゴールを設定したときにどん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 それが役に立っていく今眠っているものも役に立っていくですので皆さん自身の中にある、まあ、過去の知識経験 それはは無駄ななもものは何もないっていうことですねこれからまあその「ワントゥー」のゴールをどんどん未来に設定していくとよりそれが実感されると思います。あ,あ無駄なことって何もないなって思われる瞬間がこれからどんどん皆さんにやっていきます。